道武帝は、北朝北義の初代皇帝。意味名は、拓抜慶。別名は、渡る慶、十翼慶、翼帝、海。千尾族拓抜部の創始者、拓抜緑尾のヤシ子。大の拓抜重翼の孫。371年、父の拓抜誠は、武将の町村勤の反乱によって殺される。さらに376年には、孔子問題がこじれて、 祖父の宅松重翼も、諸長子の宅松誠くんによって殺された。このため弱体化した大は、全身の府県によって滅ぼされる。肉親と祖国を失った幼い慶は、先品河覧部の東部大人だった外祖父のガヤ館を頼った。やがて成長した慶は府県が死ぬと、親戚で、郷土独古部の大人、リュウクラヒトの後ろ盾を得て、386年に、雲中川で、 旧民を休校し、大王を称して、自立、盛んだ国とを置いた。同年には国を義に改めて、義王に即位。その後河北に進出して、道中制圧、従前などを討伐、また391年には、両河源流の白漏れん川下流で旧敵の倉、幕径を、また内蒙古の品布沢で、チュルク系の高車を、征服、さらに396年には、 郷土鉄不部の劉森信の軍勢を破って、これを切り、河北をほぼ平定した。398年には平次をととして皇帝に即位した。即位後、部族民による合議制を廃して、中央集権化を目指す一方で、それまで野蛮と言われた民族の習慣を打破するために、漢民族の文化を積極的に取り入れた。また、多民族統一の手段として、 仏教を積極的に取り入れ、大山のシャモン、ジクソー・アキラを交流したり、平城に同等を建立したりした。高四年間には、長軍のシャモン放火を同人党に任じて、相当統率させた。晩年は主食に溺れ、さらには、同志の調合した薬によって精神に異常を来すようになり、自重に対してまで乱暴を繰り返すようになった。409年。 母の菓子の身を案じた次男の清川王、卓松将が、宮廷クーデターを起こして、刑を殺害したが、卓松将も兄の卓松つぐに捕らえられて殺害された。去年39。死後に、列祖のり竹三後に改められて、大祖堂、武帝の病号、死亡を追試された。ありがとうございます。